旅行に行こう。いいじゃん。旅行ってご飯食べたりお菓子食べたりお土産食べたりできるでしょ。いや食べてばっか。食べる食べる。いいな、いいな、アッキー。イエーイ。僕はやだな。だって家にいたらいつでも大画面で美女が見れるし。変態め。俺も嫌や。焼けるやん。美貌に傷がつくやん。美意識そんな高かったっけ。モデル脂肪なもんだ。美意識低いモデルやな。どこがいいかな。北海道は海鮮だし、仙台は牛タンだし。あ、拗ねてる。俺は京都に行きたい。京都。京都ってお寺巡り。ああ、風情があるみたいな。風情？多勢に風情。やっぱ俺って。ちなみに、なんだ京都？紅葉。紅葉？ダメだ、眩しい。おしゃれだ。紅葉のために京都。食べるじゃなくて？そこ？でも紅葉と美女。おう。いやー。大丈夫か？ケチャのスケ侍ミックスナッツ。曲名入ってるって。あ。結構みんな反応いいから飛行機取っちゃうわ。おっと、6人で。あー、あと兄ちゃん、兄ちゃん一旦調べてからの方がいいかも。飛行機、空の旅、俺は鳥になるんだ。ならないならない。飛行機と飛行機ってあれでしょ、サービスでコンソメスープ飲めるやつ。せいで、知らんけど。やったー。楽しみ。お土産待ってる。こういうのって兄弟みんなで行くから思い出になるんだよな。まずは渦政映画村に行って、飛行機、飛行機、飛行機。ブーン。プリッツ、俺たちに逃げ場はないようだ。別に最初から嫌だったわけじゃないし。ここでまさかのツンデレ。ブーン。ちなみにいつ？明日。